意見広告とは、個人や団体、企業などが、政治問題や社会問題、法律や税制などについて、自らの意見や主張を表明する目的で作成した広告である。宣伝メディアとしては、商業的利用ではないことが特色である。意見広告は、自らの意見を表明し多くの人々に周知させ、理解や賛同を得る目的で行われる。 憲法改正問題や平和運動のように、比較的よく知られた問題についてのものが多いが、一般には知られていない。社会問題について、周知を図るために意見広告が掲載されることもある。また、北朝鮮拉致問題などのように、日本国内ではすでに周知の問題となっている。問題について、海外に広く存在をアピールするために、海外のメディアに意見広告を掲載することも多い。 意見広告を行う主体としては、各種の市民団体や政治団体、経済団体や企業など様々である。意見広告の掲載者のほかに、賛同者のリストが広告内に掲載されることが多い。意見広告の権威性を高めるために、賛同者の中の有名人の名前を全面に出すことも、ある。掲載団体の代表者の名前のみを出して、他は人数のみの公表にとどめることもある。 企業が掲載した意見広告の例には、ローソンが当時の日本郵政公社と業務提携したことに対抗し、ヤマト運輸がローソンでのサービス取り扱いを停止した際に掲載した広告や、日本タバコ産業によるタバコ税増税反対の広告などのように企業の事業や経営に関するものや、アパグループが募集した真の近現代資観検証論文で最優秀賞を受賞した。 タモタミ夫の論文を意見広告に掲載するというように企業自身の政治的思想心情をアピールするものが存在する。さらに商業広告の中に政治的なメッセージを込めたものも存在する。2009年8月26日付の産経新聞に掲載されたスマップのソットキュッとスーパースター発売の広告とともに掲載された幸せな国の作り方。 と題された文の中に政治的メッセージ性を乱す向きもある。また、宝島社の広告にも風刺が込められたものが存在する。他には、選挙の時期になると、各政党や各候補者が、それぞれの政党や政策をアピールする選挙広告が、しばしば掲載されるが、これも抗議の意見広告と言える。意見広告を発表する場としては、新聞や雑誌が選ばれる場合が多い。 発行部数や販売部数が多いメディアほど広告の持つ影響力は大きくなる。また、新聞に掲載されることによって権威性を高めることもできる。そのため、多くの市民団体は特に発行部数の多い全国紙への掲載を目指すケースが多い。なお、地方の話題に関しては各地方において読者数の多い地方紙に意見広告を掲載する例も存在する。 資金力がある場合には新聞に全面広告を載せることが多いが、それほどの資金力がない場合は、紙面の下部に広告を載せることもある。資金を集める手段としては、寄付を募るものや主催者のポケットマネーから教室するなどのものがある。しかし、新聞や雑誌などのマスメディアに広告を掲載するには、相当長くの広告掲載費及びコストがかかるため、 それだけの資金力を持たない個人や団体の場合は、チラシやポスターなどを配布することによって、自らの意見を表明することがある。これらの配布は、街頭での外線活動や市民運動と共に行われることが多い。なお、政治的扇動を目的としたチラシを味ラと呼ぶこともある。稀に、街頭ビジョンが意見広告に用いられることがある。また、 インターネット上でのバナーに政治的主張を載せることによって意見広告の役割を持たせることも存在する。ある政治的思想、心情を共有する人々の間で自らのブログにバナーを貼ることによって自分たちの主義主張をアピールしたり、バナーからリンクしているウェブサイトに誘導して、そのサイトに掲載されている主義主張を伝えるという目的を果たしている。 同様の手法はインターネット関連企業も行っており、2009年の薬事法改定問題では、ヤフーと楽天が医薬品のインターネット通信販売継続を求める署名サイトへのリンクをトップページに掲載し、署名を呼びかけた。テレビで意見広告が行われることは日本においては少ないが、大きな選挙が行われる期間に、しばしば政党のテレビコマーシャルが行われる。 ありがとうございます。